たちが自由にコメントして交流できるように、主催側がいくつかの掲示板を用意したみたい。確かに大会の人気を盛り上げられそうだね。私と天天ヨーヨー獣のこともみんなに討論されるかな。この経歴が論文に使えたらよかったんだけど。いいと思うぞ。論文にはたくさんの資料が必要だって聞いたしな。考えただけで頭が痛くなるぜ。レイラは今資料提供者になったんだから、好きなだけ書けばいいよな。素敵な発想だけど、私は名論派の学生で、この資料を使うのは正論派くらいかも。もしかしたらモラ、ああいや、資料代が稼げるかもしれないぞ。モラはともかく、まあ交換材料として正論派の学生に程度の高い文献を調べてもらえば、天天ヨーヨー獣の仲間が何を好むものなのかとかがわかるかもね。範囲が絞られて一気に楽になったよ。じゃないと100種類以上のものを買って一つ一つ天天ヨーヨー獣に試食させることになったかも。想像しただけで疲れて気絶しちゃいそう。そんな発想もあるのか、さすがだな。じゃあポコポコビーニーの好みも頼んでいいか。うん、頑張ってみるね。帰ったらすぐ手紙を書いてアムリタ学院に届けてもらうよう頼むから。わっぱよ、ベスト32の対戦表が公開されたぞ。え、もう次の対戦でソーカさんと対決するのかよ。一番期待しておった場面じゃ。なんでそんなに嬉しそうなんだよ。すっごく期待してた作者がオイラたちに負けるのが怖くないのか。もしそうなったら八重堂のスメールでの旅は終わっちゃうんだぜ。手加減はするでないぞ。そうかに優勝などは望んでおらぬ。何時らに倒されれば、それをきっかけに何かを悟るかもしれんじゃろう。何せ順風満帆の経歴は人を堅くなにしてしまう。自分だけが正しいと思い込ませてしまうんじゃ。時には挫折の方がよっぽど大切じゃぞ。いい返事じゃ。次の対戦、何時らの吉報を楽しみにしておるぞ。
お二人との対戦の時がこんなにも早く訪れてしまうとは。ごめんなさい。八重様に認めていただくために、そして私の小説人生のために、あなたたちをここで倒します。気をつけろよな、ソーカさん。こっちだって手加減はしないぞ。上品の持つテンプの才と実力は、私のような凡人が叶うものではないのですね。どうしよう、ソーカさん、かなりショックを受けてるみたいだ。ミコは簡単に言ってたけど、このありさまを見たらきっと怒るよな。おいら心が落ち着かないっていうか、不安すぎる。とりあえずミコに謝りに行こうぜ。ボコボコビーニーも誠意を持つんだぞ。ミコ、ごめん。まさかボコボコビーニーがあんなに早くソーカさんを脱落させるとは思わなくて。ほう、ソーカはどっぷり落ち込んで、凡人が叶うものではないなどと大げさに言って地面にしゃがみ込んでおるじゃろうな。まったくその通りだ。あいつをよくわかってるんだな。これでよかったんじゃ。ソーカは今回のショックを貴重な糧とし、主人公が成長する過程で受ける挫折を生き生きと描き、読者の心を引っ張る文章を書けることじゃろう。悪役の気迫や素晴らしい決戦過程に関しては何時らから取材させる必要があった。わらわのような半人前の選手の前に脱落されては困るからね。ご飯をたかるのは今関係ないだろう。ミコ、ソーカさんにオイラのことを書くときは手加減して、ビビト、パイモン、それに八重お姉さん。レイラ、無理するなよ。いつ気を失うか気が気じゃないぞ。大丈夫。この前、正論派の学生に手紙を出したでしょ。そしたら、意外と熱烈な反応で、たった数時間後に私の必要な情報の入った手紙を返してきてくれたの。その資料をもとに点々用用銃にいろんなものを作ってみたんだけど、食材が間違ってたのか、点々用用銃はあまり気に入ってくれなくて、その後改良版のリストを作ったの。あ、
ポコポコビーニーの好きそうな食材も入れたよ。そのせいで寝るのが夜中過ぎになっちゃったから、今日は少し息がしづらくて。もう結果が出たのか？すごい効率だな。レイラちゃん、そっちの様子はどうじゃ？ちゃんと相手をおもてなしできておるか？うん、八重お姉さんが修行に連れて行ってくれたおかげで、天天ヨーヨー獣も私の言うことをよく聞いてくれるようになったの。反応速度も羨ましくなるくらい早いよ。だけど相手も明らかに強くなっていて、プレッシャーがどんどん大きくなってきてる。準々決勝に入るために天天ヨーヨー獣ともう一度訓練しておきたいんだけど、明日は朝の7時から全能商人のところに行って予定してる食材を全部買わないといけないし。ならば簡単な話じゃ。訓練にはわらわが付き合ってやろう。買い物はわっぱたちに任せればいいのじゃ。何せ使い走りには慣れておる。そうなの？二人はよく八重お姉さんのために働いてるってこと？脱落させたことを謝っておったほどじゃ。先に飲み物でも買って休憩してくるがよい。ありがとう、本当に助かります。全能商人との待ち合わせ場所はここだよ。食材リストも書いてあるから受け取って。おう、気にするな。お前もポコポコビーディーの好物を調べてくれたんだし、これくらい当然だ。だから安心して行っていいぞ。前回は深く踏み込むことのできなかった話題、この大会の裏の不安要素についても良い切り口があるやもしれぬ。キノコンを育成する材料がの。これは小説における最も素晴らしい展開の一つ、秘密調査じゃ。わっぱはずっと気になっておったじゃろう。 H 宝珠とフラワーゼリーの魔力がどこから来たのかについて。それにこの大会の裏を突き止めもせず、ハニアーに自分の意思だけで無謀な行動をさせれば、さらに大きな混乱を招くことになるぞ。うーい、話が急に複雑になって、おいらついていけないぞ。夜が明ける直前に行動した方がよい。皆が一番疲れている時間帯じゃ。もしかすると鍵となる手がかりが見つかるやもしれぬ。本当にミコの言う通りにするのか？確かにそうだな。それじゃ明日の朝早くからキノコンを育てるところに行ってみようぜ。オイラたちは大会の安全性を確認してるだけだ。ポコポコビーニーのことを疑ったりは絶対しないから安心しろよ。Thank you.
そろそろ時間だな。キノコンを育てるところに行こうぜ。あそこにはまだ誰もいないはずだ。調査が終わった頃にはちょうどいい時間のはずだ。レイラの言ってた全能商人のところに寄って食材を買おうぜ。そしたらいよいよ次の対戦に参加だぞ。見た目はただのフラワーゼリーだぞ。まあもともとは展示用のものだしな。レシピも机の上に置いてある。それじゃあ持ち帰って調査することもできないじゃないか。それにこれって窃盗だろ。参戦資格どころか30人団に捕まえられる可能性だってあるぞ。あ、そうだ、写真機。このフラワーゼリーの実物とかレシピの写真を撮っておけばたくさんの情報を残しておけるぜ。やっぱり自分の目で見てこそ。これでよし。次はこれを分析できる専門家を探さないと。でも時間が厳しいし、まずはレイラの買い物を済ませようぜ。あれ、こんなに早くキノコンを育成しに来るなんてストイックね。道理でバトルでも勝ち続けられるわけだわ。ハニヤ、前の話はまだ終わってないぞ。お前の考えは過激すぎるんだ。多くを語る必要はないわ。もし私の考えが間違っていると思うなら、まず私を倒してから君たちのいわゆる正しい観点を聞かせてくれればいい。全然話を聞いてくれないぞ。初めて会った時は仲良くしてたのに、どうしてこんな風になっちゃったんだ。わかった。ポコポコ B に、オイラたちも落ち込んでる暇はないぞ。レイラのメモによると、全能商人との待ち合わせ場所はここみたいだぞ。キョロキョロの嘘って、全能商人をお探しですかしら。ならばいらっしゃいませ。あ、そうそう、よくわかって。え、なんでドリーがここに。レイラの言う全能商人ってお前のことだったのかよ。まったく、何がおかしいのでしょう。サングマハベイ様の品は一番豊富で一番不思議なもの。これは全グランドバザールのオーナーとお客様が知っている事実ですのよ。万能、全能、大能、能とあるものは全てこのドリーの専売特許。他の商人は使うことすらできませんわ。
数百万モラの使用料を払っていただけるならば話は別ですけれど。まあ初めから予想はついたはずだけど。ところでレイラーさんはあなたたちに使い走りを頼みましたの？どうやら彼女は本当にテーマ大会に夢中のようですの。お前レイラとそんなに仲良かったのか。あいつに随分詳しいんだな。これは仲とは関係ありませんわ。レイラーさんは私のところから買い物をしたことがあります。大した額ではないけれど学生にとっては相当太っ腹でしたわ。ですから彼女の動きを気にして当然でしょ。そうしてその怪しい大会のことも知ったわけですのよ。私はただ少しおかしいと思っただけですわ。あ、そうだ、ちょうど売れなくて困ってる品がありますの。置いておいても錆びるだけですから。あなたたちにお渡ししましょう。あ、ただのパーツとノートのかけらじゃないか。聞いた話によると、これらは大会の主催側が消そうとした装置と資料だそうですわ。彼らはうっかりさんで、拾い物でお金持ちになりたい者もいるということに配慮できなかったようですわ。すべて回収され私の手元に来たわけですの。よく見るとこの資料に書いてある単語、フラワーゼリーのレシピに似てるぞ。装置の残骸もエイジホージと似てるところがあるし、ひょっとすると実験用のものかもしれないぜ。とりあえず保管しておいてミコにも見せよう。何か怪しいところが見つかるかも。結局初めに心配してたこと現実になっちゃうんだよな。もっとポコポコビーニーとのんきに遊んでたかったのに。何についてお話なのかわかりませんけれど、これらのものがお役に立てたようですわね。それでは割引して、6000万モラでお譲りしましょう。毎度ありがとうございます。それはずるいぞ。あら、冗談ですわ。こういうものに興味があるのはあなたたちとまあまあトラくらいですもの。普通の商売をした後のおまけといたしますわ。レイラさんの注文表については任せてくださいまし。レイラさんの欲しいものが分かり次第品を手配して専門の業者の手でお届けしますわ。もう使い走りをしなくても良いですわよ。はあ、びっくりした。努力が全て無駄になったかと思ったぜ。賞金をゲットしたとしても簡単に払える額じゃないよな。ほう、松茸のクズが混ざった小麦粉に古いジャム、それにザイトゥン糖ジュース。キノコンって本当にこんなものを食べますの？レイラさんは一体どこからこの情報を。まだ不安は残ってるけど、そろそろ時間だしバトルに参加と行こうぜ。カウトリアが本当に何かを企んでるとしても、最終テストに合格すればその場で白状させることもできるよな。
い目つきだ。長年修行に奮闘してきた力、すべてを出す甲斐はあるようだの。さあ来るがよい。競争の力を操れる強力なキノコンチームを見せてやろう。コレスキの恩、競争を溶かすにはまだまだであるぜ。どまでに脆いものであったか。楽勝とは言えないな。ポコポコビーニーもみんなもご苦労様。旅人パイモン、無事勝ち残ったのスケジュールで見たよ。おめでとう。おお、レイラだ。今日は元気そうだな。天然ヨーヨー中も喜んでるところを見ると、どうやら大勝利だったみたいだな。ううん、今回は新勝だったの。でも私たちの方がほんの少しだけ上回ってたみたい。八重お姉さんと一緒に訓練しててよかった。あ、さっき全能商人から欲しかったものが届いたよ。本当にありがとう。後で天然ヨーヨー獣のケアをしてから。力が抜けた。やっぱり大声で話すのはやめよう。そういえばミコを見ないな。八重お姉さんは何か急用があったみたいで、ソーカさんたちと先に行ったよ。30人団の傭兵が道案内をしてたみたいで、会場に戻った時にはすでに遠くに行ってたから、追いかけて聞くのもなんだし。確かにこのところミコはずっとバトルしてるし、たまには編集長様の仕事をやっててもおかしくないな。それにあいつ言ってたぞ、休暇を取りながら取材するって。その傭兵もガイドなのかもしれないし、心配はいらないと思うぜ。うん、次はいよいよ肝心の準々決勝だね。ちょっと怖いけど一緒に頑張ろうね。結構順調に来たよな。レイラも頑張れよ。うんうん、オイラたちも警戒を緩めずに行こう。あ、そうだ、ドリーからもらったものの写真も撮っておこうぜ。今朝の写真と一緒に保管して、ミコに会ったらまた渡そう。
悩み事、一緒に考えてあげるわ。準々決勝の時間だ。さらに強い相手とのご対面だぞ。行くぞ、ポカポカ B に一気に準決勝進出だ。世間知らずのネズミどもが。ずいぶん大口を叩くんだな。なんでそう思うんだ。キノコンに余計な思い入れを抱くとは、なんという弱さ、滑稽に過ぎる。これは最強のテイマ、ハニヤー様の理念に背くものだ。最強のテイマ。無駄な妄想を。軟弱なものなど、アニヤー様と対戦する資格はない。お前らはここで脱落するのだ。正面突破だ。敵の先手を砕け。まさか訓練が緩すぎたのか。倒せたけどなんだか喜べないぞ。旅人パイモン、私勝ったよ。よかったな、レイラン。参戦の目標を無事に達成じゃないか。あなたたちもあの連戦連勝の鉄骨総統を倒したって。でもなんだか嬉しくなさそうだね。なんというか、相手が薄情なやつでさ、おかしいことばかり言うんだ。そうだったんだ。なんだかちょっとかわいそうなテイマーだね。うん、
だってその人はハニヤーさんのことを知らずに朦朧とした印象で彼女を推測し真似してたんでしょ。ハニヤーさんがこのことを知ればきっと同じように悩むと思う。それにそのテイマーは厳しい考えで自分が損をしただけじゃないでしょ。他の戦士の精神まで影響を与えてしまったんだから。うん、お前の考え方ってすごくいいよな。みんながお前と同じなら大会はもっと和んでて楽しい雰囲気だっただろうに。私の目標がそこまで高くないからってだけかも。天天ヨーヨー獣を連れ帰って一緒に暮らせるなら私は満足なの。さて次は私たちの勝負だね。勝敗なんてどうでもいいから友好的に楽しくバトルしよう。友達同士の磨き合いだと思ってくれればいいから。よし、天天ヨーヨー獣とポコポコビーニー、どっちがすごいか見ものだぜ。勝った。楽しそうな約束じゃが、わらわは何か重要な会話を見逃したかの。ミカ、やっと会えたぞ。この間は何も言わずに去ったから、オイラたちはまだ手がか、古本、相談したいことがあるんだ。わらわも悩んでおったぞ。遊び気分で参戦したはよいが、準決勝まで入ってしもうた。仕方なく時間を作って僧家たちの取材に付き合っておったんじゃ。何時らについては心配せずとも、きっと仲の良い対戦ができよう。こっちは少し真面目に対応せねばの。何せ相手はその変質的なやつじゃから。確かに。まさか八重お姉さんがハニヤーさんと対戦することになるなんて。ポジティブに考えようぜ。もしかしたらミコがハニヤーを倒してくれる可能性もあるよな。そしたら直接ハニヤーを説得はできなくなるけど、ミコがここで負けるのも嫌だからな。緊張するけどワクワクするね。みんな固くならないで。天天ヨーヨー獣が率いてきたあなたたちチームはたくさんの困難を乗り越えてきたんだもん。実力は十分だよ。さあ全力を出してね。それじゃあ行くぞレイラ。天天ヨーヨー獣気を使おう。耐えて天天ヨーヨー獣、まだ勝機はあるよ。
負けちゃった。でもあなたも仲間たちも今までで一番良かったよ、天天ヨーヨージュ。私嬉しいよ、本当に満足。あなたたちもありがとう。私と天天ヨーヨージュのバトルは完璧な終わりを迎えた。もしあなた以外の人に倒されてたら、ちょっと悔いが残っちゃってたかもね。レイラと天天ヨーヨージュも強かったぞ。もうちょっとで圧倒されるとこだったぜ。勝敗なんか気にせず、キノコンたちの才能を思いっきり発揮させて対戦する。この感じ最高に気持ちよかったな。そうだな、他の対戦でも今みたいに他のことなんか気にせず済んだらよかったのにな。さてミコはまだハニヤーと戦ってるんだよな。オイラすごく心配だ。早く様子を見に行こうぜ。あれ、対戦がもう終わったのか？この重い空気、ミコが勝ったか。おや、ナンジラの対戦も終わったか。結構時間がかかったところを見ると接戦じゃったんじゃろ。ひひ、その気楽そうな口ぶりじゃきっと楽勝だったんだな。うむ、確かに何の懸念もない対戦じゃったぞ。わらわと百雷シャラはたったいくつかの技でハニヤーに負けたのじゃ。え？その散漫な態度、私をからかってるのか？めっそうもないぞハニヤー。何せ何時の意志は非常に強い、ある種を破滅させようとするほどじゃ。何時のような相手をからかうわけにはいかぬの。じゃがこの道を貫こうとするなら、途中で見た景色が想像しておったものと違うことに気づくじゃろう。その時その執念はどうなるじゃろうな。楽しみにしておるぞ。余計なお世話。ほう、早くも逃走とは。対戦に負けたのは八重お姉さんだけど、よりショックを受けたのはハニヤーさんだったってこと？それがますます面白い展開になってきたんじゃ。対戦が開始してすぐ百雷シャラが炎一を傷つけてしまっての、ハニヤーは明らかに焦ったのじゃ。わらわはただあやつが自らを欺いておるという事実を口にしただけじゃったんじゃが、心理的な防衛線はあっという間に崩れて意外に脆いもんじゃった。もしかしてハニヤーは自分で言ってるほど冷たいやつじゃなかったのか？実はあいつも炎一のことを心配してて、ミコの前でそれがバレた。その通りじゃ。今はあやつの心に入る絶好の機会じゃ。そしてその心を変えられるのはわっぱたちだけ。でもハニヤーはもう遠くまで行ったし、どこを探せばいいんだ？あやつは今きっと疑念の最中じゃろう。今まで冷静沈着だった己が一体何の影響を受けて動揺したのかとな。その答えはナンジラ三人にかかっておる。あやつの行く場所をナンジラは知っておるはずじゃ。私が旅人とパイモンに初めて会った場所かな。よく考えたらハニヤーの顔色が悪くなったのはレイラがキノコンを日常生活に連れ戻り重要な仲間にするって言った時だったよな。レイラの直感当たってるかもしれないぞ。早く追いかけよう。
ハニヤとちゃんと話そうぜ。レイラちゃんは残るがよかろう。ハニヤを助けたい気持ちはわかるが、あやつは何時が対処できるタイプの人間ではない。ここはワッパたちに任せるのがよい。確かに、私がいらないことを言ってハニヤさんを刺激したらかえって悪いことになるかも。それに体力不足で速さについていけずに半分くらい行ったところで倒れそうになるかもしれないし。まだ行かぬか、ワッパ。ほう、思った以上に収穫があったようじゃな。ではわらわも何時に幸運の祝福を与えよう。今度顔を合わせた時にはまた何時らにわらわの見解を話すとしよう。オイラたち、炎1の痕跡をたどってここまで来たんだ。お前のさっきの様子が心配でさ。ん？待てよ、お前炎1を慰めてるのか。皮肉よね。炎1がキノコンじゃなくて普通の動物だったらよかったのに。さあ、次会う時は決戦よ。何か言いたいことがあるなら私を倒してから言って。その言い方、狐の女が予測していたのと全く同じだわ。君たちは確かに単純で善良ね。だけど物事を理想的に考えがち。私が言ったところで君たちは理解できないと思うから、これを見てちょうだい。これは、これは私のご先祖様が残したノートよ。当時彼らはウリンでキノコンの攻撃を受け、多くの重傷者が出た。この事件は当時は特筆する価値がないと見られたのね。何の記録にも残っていなかったわ。けれど私の家族は私が子供の頃からそれを繰り返して読み、キノコンの脅威について教えてくれた。そんなことがあったとはな。道理でキノコンを敵視するわけだ。そうだぞ、こんな過去があるならなおさらこの大会の意図がわかるはずだろ。英知宝珠は人とキノコンの共存を可能にするんだから。英知宝珠がキノコンを穏やかにさせるなんて、そんな単純な話じゃないわ。前にも村にやってきた学者がいて、似たようなアイテムで実験をしてた。でも結局
全員失敗して逃げたわ。今の英知宝珠だってキノコンの凶暴な本性を一時的に抑えることしかできないんだもの。このアイテムを取り除けばキノコンは十分脅威になり得る。それに宝珠の理性増加によってキノコンの元素力は異常に活発になり、周囲の環境に影響を及ぼしてしまう。強い体を持たない者が宝珠を使うとすぐに具合が悪くなってしまうわ。まさか最近のレイラの咳も英知宝珠のせいなのか？言わなくたってわかるはずよ。カウトリアは学術に夢中な気狂いで、自分の影響力を拡大することだけを考えながらキノコンの大会を宣伝している。あのエルヒンゲンも風向きに応じて舵を取るやつよ。カウトリアの研究成果を見込んで大金をかけてこの大会を宣伝し、人々のキノコンに対する警戒心を緩めようとしてるのよ。ともかく私は彼らを信じないわ。凶暴なキノコンが人と共存することも信じない。でも引退した無名な傭兵である私の声を聞いてくれる人なんて誰一人としていない。私はただルールに従って勝ち残り、欲しい結末を手に入れることしかできないの。絶対に彼らを止めてみせるわ。最初は君たちも手伝ってくれるんじゃないかと期待したけど、どうやら私が甘かったようね。君たちがどう思おうと、私がどう思われようと、私は君たちを倒して踏み越えてみせる。このノートは私の過去のようなものよ。煮るなり焼くなり好きにして。どうせ決戦の日、私は全てのキノコンをこの世から取り除くことを宣言するわ。炎一もね。私の過去とさよならするの。ついに説得できなかったか。これで対戦でハニヤを倒す一択しかなくなったな。ハニヤは前にもキノコンによる災害を阻止しようとした学者がいるって言ってたよな。ノートに詳細があるみたいだからもう一度読んでみようぜ。これってハニヤの先祖が集めた学者たちの研究記録だったってことか？おーい、この部分は難しいな。字が汚いし、専用用語もたくさんある。全然読める気がしないぞ。あ、待てよ。見覚えのある単語みたいだ。あ、そうだ。ドリーからもらった資料にあったぞ。おう、資料の断片とノートの内容を慎重に照らし合わせて解読できるか試してみようぜ。捕獲装置？カレーポーション？なるほど。ハニヤーの先祖を襲ったキノコンたちはそのポーションのせいで理性を失ってたんだな。そして学者たちが捕獲装置を作ったのは凶暴化したキノコンを捕まえるためだった。それに今のフラワーゼリーはカレポーションの進化版で、英知宝珠だってカウトリアの発明じゃなかったってこと。つまりカウトリアは捕獲装置をもとにちょっといじっただけなんだな、あの嘘つきめ。でもカウトリアは何のためにこれほど英知宝珠の宣伝に力を入れてるんだ？それなら早くエルヒンゲンにカウトリアのやつに資金援助をしちゃダメだって伝えないと。ハニヤーに関しては当時先祖を襲ったキノコンが薬で刺激されてたことを全く知らないみたいだぞ。そりゃキノコンが許せないって思うはずだよな。心配するな、ポコポコビーニー。お前はフラワーゼリーのせいで凶暴化したりしないって信じてるぞ。英知宝珠を止めた後もお前はいい子でいられたんだからな。
の言うこと分かるようになってないか？お前ますます賢くなったな。え、いつからだ？全然気づかなかったぞ。ってことは今のポコポコビーニーは本当にオイラたちと共存できてるってことか？ひひだから言ったじゃないか。オイラはハニヤーのキノコンがまた暴走するって推測には絶対納得しないぞ。キノコンの中にはいいキノコンもいる。ポコポコビーニーみたいに人の感情がわかるキノコンだっているんだぞ。まああいつも中には一理あることを言ってたけどな。英知宝珠は万能じゃないって。その欠点がある限り、キノコンの仲間はずっと普通の人のそばにはいられないだろうな。これからも、ポコポコビーニーと一緒に旅ができると思ってたのに。なんとかならないのか？うん、残念だけど今はそうするしかないよな。決戦までまだ時間があるし、教練員にカウトリアのことを報告するか。確かにこれほどの大イベントをやるからにはきっと長い間計画を練ってきたんだろうしな。もしあいつのやったことを暴こうとしてるのがバレたらあいつに警戒されちゃうよな。まあとにかく決戦の日は全力を出すぞ。まずはハニヤを倒して意地を張らないようにさせるんだ。それからエルヒンゲンを説得して一緒にカウトリアの計画を暴く。